各球団の乱闘要員を一人ずつ選抜するならだね。セリーグ阪神 VS オリンピック柔道女子に似た髪型の選手がいたので阪神ユニを着せれば無双できる。広島栗原案中日タッツ素晴らしい監督横浜ホスティンパンチ力強いヤクルト村上岡田監督を睨み返した無言の眼力巨人丸原案パリーグオリックス森原案日ハムレイエスあの巨体はかなり怖いロッテ坂本オラオラ系西武今井タミヤとの戦いでオーラがやばかったソフトバンクリチャード楽天浅村競争こんな感じかヤクルトはオスナやろ中日はタッツ以外にも中地とか中田いるし最強すぎるわ乱闘になったら一番強い球団は中日やろな阪神はおとなしい選手ばっかだからミエセスになってて草はえる広島は相沢も強いぞ立浪は和解するという立ち回り見せてくれるからヤクルトはサイスに井戸でもええやろ仕掛かりなんかしてなかったっけビシエドはバレンティンを抑え込むことで来たしかなり良さそう乱闘で勝ちなら強いやつ一択だしこれはレイエスが一番競争阪神だけ何回見不明なの草マジで選ぶってなると誰なんやノイジーが良さそうかも最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。